速自己紹介したいと思います。はい、まず私からルナポこと望月ルナと、はい、萌音ちゃんこと佐藤さんやまねです。私たちファンが引っ張るアイドルマーブルメープルです。よろしくお願いします。はい、ということでステップフォワードボリューム5ということで皆さんお越しくださりありがとうございます。マーブルメイプルね、トップバッターに選んでいただきましたので、今日はね盛り上がる曲をたくさん持ってまいりました。一応ですねマスクを、ちょっとねしっかりめに鼻まで隠していただいてちょっと声出してもいいと言っていただいたので、ダメだよ鼻をねしっかり恥ずかしいから隠していただいて、で、声もね出していいよっていうことだったので、もしよければですね最後まで盛り上がっていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、では次の曲に行きたいと思います。2曲続けていきます。次も盛り上がるのでぜひぜひ、声ちょっとでもいいので出してもらったら嬉しいです。それでは聴いてください。でバイバー。ありがとうございます。それではもう
曲見てて聴いてください。ステップフォワードに来ていただけるということでね、非常に嬉しいなと思っておりますけども、
まあね、マンボウとかね、なんか出たじゃないですか。よくわかんないけどね、私。私はちょっと頭が悪いのでよくわかんないですけど。はい、でもね、まあ、ちょっとね、こう規制がかかったりとかね、する、夏がまたやってきてしまいましたが、もし、そういう、何、自由、もう何してもいいよっていう感じだったら、マリちゃん、何してるんですか、夏。夏、夏、これも夏っていう感じでしたら、はい、やっぱ、あの綺麗な、うん、この前行ったところも綺麗だったんですけど、綺麗な海に、うん、海に行きたいですね。あの、いろんなところの夜景とかの行きたいです ね夏は。いいですね。水着でライブしたりとかね、昔あったんですよ、そういうこと。去年おととしとかやってたんですけどね。ありますね。私はね、ダメって言われちゃったんでね、なんかコロナだからダメって言われちゃったんでね、あれなんですけど、はい、まあね、まあ、夏がねやってまいりましたので、まあ、イベントもね、あの皆さんのおかげでね、ちゃんとねマスクしてくださったり、感染予防のね対策をね、守ってくださったりしているおかげで、ライブができているのでね、まあね、少しでも皆さんに楽しいね、時間をお届けできたらなと思っております。はい、今日はね、実はですね、この後私たちですね、掛川に戻りまして、イベントがねあるんですけれどもね、ステップフォードはね続くので、本当は最後まで、私たちも一緒にいたいんですけれども、今日はね、掛川で、掛け兄というイベントがありまして、こちらね、夜2時ぐらいまでやってます、実は。実は。はい。なので、明日からですね、マンボウね、なんか対策してっていうのね。掛川もね、なんか、あの、真っ白だったんで大丈夫なんですけど。赤くなってなかったんです。はい。なんでね、2時ぐらいまでやってるので、もしね、あの、このイベントね、最後まで楽しんでいただいて、掛川通り道だとかっていう方はね、ふらっと寄っていただけたりしたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、次の曲にね、いきたいと思います。かっこいい曲を2曲続けてやりたいと思います。聴いてください、花かすみ。
この歌が皆さんに届きますように聴いてください。トメイラ次の曲で、最後になるんですけれども、最後の曲はですね、私たちのイベント名がたくさん入っている曲になります。
小声でもいいのでマスクしていただいて、マーブルメープルと一緒に、楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは最後にこの歌を届けます。聴いてください。マーブルメープル。